小原流は1895年に初代の家元小原雲心によって創立された生け花の歴史の中では比較的新しい流派になります。小原流は森花という花の生け方を草案した流派です。これまでの古典の素晴らしいところ、日本の自然の豊かな美しいところ、これを新たな時代の生け花として変換させたのが小原流の森花です。小原流の現在といたしましては、国内に146支部、海外に64支部、支部を設けまして、世界中で日本の伝統文化、生け花の普及に努めております。従来、生け花の作品というのは生け手が仕上げた作品を鑑賞するというのが常であり、生けた作品というのは、動くものか動かないものか、どうか静かでいうとやっぱり静かな静のものであったと思います。ですが今回、ホロレンズを使って、そしてミクスドリアリティという世界の中でコンピュータグラフィックを使って作品の中に、動く要素がもたらされることによって、これまで生け花を知らなかった方にもそうした文化を身近に感じていただけるんではないかなという点を非常に期待をいたしました。すごくお客様 のリアクションを見ていたら、皆様そういった表現を楽しんでいただけたんではないかなと思いますし、またそうやって CG によってそういう銅の部分が可視化されたことによって、より自然というものをリアルに感じていただけたんではないかと思っております。私は2017年の6月にシアトルに参りました。で、この町に来て非常に強い印象を受けたのは、日本との関係がいかに深いかということ、それとマイクロソフトをはじめとする企業の AI ですとかの開発が、いかに勢いがあるかということですね。で、こういう特徴を持った町なので、こういうものを持って日本との間で何か新しいことできないかということを考えたわけです。小原弘樹家元とは前任地のベルギーのブリュッセルでお会いして、若い人に若いリーダーが発信をすると、いうことはとても面白かろうと思いました。2018年の秋だったと思いますけれども、レドモンドのマイクロソフト本社の方にお招きいただきまして、そこで初めてホロレンズの装着の体験をさせていただきました。で、びっくりしましたですね。目の前にそこにあるものは見えるし、そこにないものも見えるということで、まさに我々が考えているような生け花 のミクストリアリティの表現にはもうこれしかないんではないかと、そんなふうに思った次第ですね。昨日、イベントを拝見しまして、本当にそこで家元ご自身の生け花のパフォーマンスはもう本当それ自体芸術で素晴らしいんですけれども、そこにですね、新しいストーリーが加わって本当ワクワクするような面白さを感じましたし、芸術の新しい可能性ということを感じることができましたですね。何しろ新しいことをこうやってみて、で若い人たちがそこにインスパイアされたと、いうこと、これの意味がとても大きかったんじゃないかなというふうに思ってます。こうしたミクスドリアリティのような最先端の技術を使って、さまざまな世代ですとか、いろいろな方にいいアプローチをしていきたいと思っております。例えば離れた遠隔地、国内と国外をそういったもので結んで、そして、お稽古をしてみる。例えばこの枝はいらないよねって言ってこう手をかざすと、その枝がなくなってよりいい作品が素晴らしくなるといったお手直しができたりしますと、いろんな方に非常に生け花の素晴らしさを伝えたり、またそういうのを日常的にお稽古するというのがよりボーダレスになるかと思います。そしてお若い世代の方々には、そうした最先端のテクノロジーを使って我々がやっている文化的なことを発信することによって、古き良き素晴らしいものを知っていただく、そうしたきっかけ作りにできればと思います。